伝説の戦いが再び幕を開けた。桃選手、お疲れ様です。お疲れ様です。本日はタイトルマッチですが、気合のほどはいかがでしょうか？いや、バリバリですよ。バリバリ、もうなんかもう勝てる気しかしません。今日も、まあ、ベルトはないけど、ベルトは譲りません。さあ、本日の対戦相手ですけど、はい、前回に引き続き丹羽選手ということで、何か対策は練られたのでしょうか？いや、もうしなくていい、しなくていい、もうしなくていい、この弱いからもう全然大丈夫、うん、余裕ですね。このかば焼きのように、うん、食い尽くしてやりますよ。じゃあ本日の戦いも期待してますんで圧倒的力の差を見せていただけるということで、じゃあ試合頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。丹羽選手、はい、今日の調子はいかがでしょうか？今調子、まあ、バッチリ、いつも通りバッチリです。今日は前回ほど気合が入ってないように様子が見えるんですが、はい、前回は負けてしまったんですよ。まあ、なぜ負けてしまったのかというと、やっぱり気合が入りすぎてて自分に気負ってました。だから今日はもう普通に勝てると思って冷静にやっていきます。ここ1ヶ月の課題はどういうふうな課題を取り組んで練習に励んでいたんですか？そうですね、やっぱり体幹がメインでしたね。体幹を強くしてここまでリハビリしてきたんで、まあ、勝てると思います。じゃあ本日の意気込みを改めて最後に。やってやるぜ。いい勝負期待してます。お願いします。お願いします。第1回 WHC 手押し相撲大会マコバーサバーサバーニュアーサコー WHC 第1回世界タイトルマッチ選手入場。まずは青コーナーニュアーサコまして、赤コーナー WHA チャンピオン現代のもののけ姫マコワンランド2分。今日はフリーノックダウン、横に手をつくのは何回でも OK。 2分、後ろに倒れたその時点でそのラウンドはその倒された方の負け。 OK。 じゃあしっかりフェアプレーで頑張ってください。はい、はい、あー緊張する。はい、セット、ラウンド1、レディー、ファイト。やばい、2分で決まんない。
不安がすごいあるね。第2ラウンド。ラウンド2。レディー。ファイト。ゴー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 。来いよ。来いよ。安定してるね。ほら来いよ。攻め合い攻め合い。ほい。ほい。ほら来いよ。ほい。クイクイクイめっちゃ攻めるわこら。ほい。お、いけ。うわ、うかつくないそれ。ほい。ほい。今まででないぐらいゆっくりの変わり方。やばいしやばい。じゃあ3回までやろちゃんと。オッケー。やばい。今のは行こうすか。え、倒れたの？倒れたっちゃ倒れた。すごいゆっくり。すごいゆっくりあの倒れたっていうぐらい倒れた。Fight!
ファイト、ついて。あと1分。ファイト。前回に引き続きかなり惜しい結果だと思うんですが、はい、今回の敗因は何でしょうか。いや、僕も自信があって正直体感も強くなっていて今日は勝てるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、まこさんも体感強くなってて、まあ、いい勝負やったんですけどちょっと最後負けてしまいましたね。いや、すごい。もし次回リベンジの機会があるとしたら、はい、それまでにはどこが課題になりそうですか。体幹と、あと足付け根ですね。ちょっと損傷部分よりちょっと下なんですけど、そこの強化にもチャレンジして、また次こそは勝てるように頑張ります。次回こそ期待してます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。マコ選手、お疲れ様です。お疲れ様でした。今回はなんだか苦戦したように見えたんですけど、そういう風にやった方がやっぱり試合って盛り上がるかなって思ってやってみたんです。今回の海人選手はいかがでした。まあ、でもやっぱり確かにちゃんと成長はしてました。海人は成長してたが、私よりは成長してないというこの結果でしょうかね。じゃ、次回も期待してもよろしいんですか。もう負けることはないので、まあ、戦うまでもないかなと思いますけど、戦ってほしいっていうんだったらちょっと戦ってあげてもいいかなって思ってますね。じゃあ新しい挑戦者やまた海人選手との戦いが今後楽しみになってきますね。そうっすね、マジ。ちょっと海人じゃない人とやってみたいかな。皆さん待ってますから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合する。片手なしだろ。攻めろ攻めろ、 攻めろ。